本日スライドを用意させていただきましたけれどもこれから東京から何を学んだかについてお話をしたいと思いますまた東京のリズムティムの他のプロジェクトにどのように応用したかをお話しします私は東京で生まれ育ったんです 多くのことを学びましたしかし東京の最も面白い点として多様性というものが挙げられますこちらは江戸時代の東京の地図です真ん中にちょうど江戸幕府が当時ありました 東京すなわち江戸というのは混沌としておりました坂あるいは谷間というものが組み合わせとなっておりましたそして多くの機能が混在しておりました丘というのは住宅がありそして谷間というのは商業的な街灯 大変な多様性というものが見られましたししかも非常に密集しておりました東京というのは当時は極めてユニークな街でしたそして将来のサステイナブルな街づくりにおいてもこういった要素というものを応用することができますそれではいくつかの事例から始めたいと思いますこれは有名な広重の絵です 版画で描いているのは東京の自然および東京の街のユニークさというものを描いておりますそして同じように私はこれを設計しましたこれは昔の建物ですが私が設計したのはこちらですタワーとして、えー、ここで 緊密感のある規模というものをタワーに取り入れようとしました数階建てでありそれぞれの階は人々がまるで地上に立っているかのような気分というものを味わうことができるわけですすなわち木造建ての建物にいるかのような感じが得られるわけですこれが現実の建物です そしてこういうものでカバーされておりますそして室内も室外もそうですそしてこういう一階建ての建物から東京の多くのことを学ぶことができましたね、これは高層建てですが四十メートルの高さの建物であるわけですけれどもしかし東京の商業ビルとは全く異なったものであり そして文化センターででののにああるものですすそそししてて商業施設がありますそしてこのような空間というのは東京では極めて重要だったわけですけれども東京が密集しているわけですけれども非常に密集した街であるわけですけれども自然というものを空間の中で感じ取ることができる街でした。 これが面ういうふうに最も高いタワーとそれから低いタワーこういうふうに対照的ですそれからスタジアムですけれども多くの大会においては皆様方はでにご覧になったかもしれませんけれどもこのビジョンについてお話をしますとこういうような大きな森林というのが大都会の真ん中にありますちょっと奇跡的なものです。 なぜこれが奇跡かというと一つのの神神社社として東京の真ん中にああるわけですす明治神社もありますこのような大きな森林というものを維持するということを続けてきたわけです。人々はこういう森林というものを愛してきたわけでありそしてこういうようなものを通じて調和というものを感じさせようという狙いがありました。 そして最も良いソリューションというのは何かを考えたわけですお寺とかいろんなものがここで要素として含まれているわけですそして木造の柔らかさというものはうまく森林と結合することができますまた東京から学んだもう一つのアイデアとして何層にもわたる木材ということです 箱を作るのではなくいつも屋根のある建物というものが作られたわけですけれども建物を自然から守るためにもまた風といううももののが建物の中ににに流れれるるようにすすためにも工夫されておりますでこういう解決策を通じて建物の温度というものをコントロールすることができます。 こういったものは非常に厚いそして湿度の高いところでは良い解決策として利用することができますさらに私としては植生というものを統合しておりますここでいう植生というものは東京においては重要です田園都市でありグリーンシティでもある どうかこの建物をご覧になってください。これは法隆寺です。七世紀に建設されたわけです。一千三百年前に建設されたわけですけど、今なお残っているわけです。なぜ残っているかと言いますと。この部分があるからです。こういうふうにレアがあって、そして自然光から木材というものを保護しております。 七世紀においてすでに人々はサステイナブルデザインというものを意識しておりました。しかしそれが忘れられたので二十一世紀になった今。そういったテクノロジーまた再び戻る必要があります。そしてこちらの建物において。ええ四十七の都道府県の杉を使っております。えそこで日本の多様性というものを示したかったんです。 小池都知事は東京の木材を使いたかったんですがこれはオリンピックの球場だということで47都道府県のためのものであるわけでありいろいろなテクスチャーとかいろいろな色の木材というものがありますのでその多様性というものを示したかったんです。 そして同じような食べ物しかないと思われがちですしかし全くその逆です日本においては多様性というものがありそして日本の南北は対照的です将来の日本にとって多様性が重要だということを示したかったんですそれからこれも都市の中の一つの空間ですこういうスポーツの設備というのは一つの 閉じ込められれた箱として使われます人々は通常こういったところには入れませんしかしこちらのスタジアムではこういう空間というものを設けておりますそしてその周りの地域社会の人たちがここに来られるように開かれておりますすなわちスポーツの施設の定義というものを変えたかったんです。そしてオリンピック後 この空間はリモートワークのために使ったりそして在宅のリモートワークのための最高の空間かもしれません他にも多様性を示すためにこういったさまざまな色を使いたかったというのもあります。これの座席でですすね中ののシートですけれどもご存知のように コロナの時にオリンピック・パラリンピックが行われたので観客無観客で行われたんですけれどもただ色がバラバラだったのでこの多様な色を使ったがために人が入っているかのように見えました。これはあの競技者のの人たたちも非常にからも非常に好評でした他の 施設競技場例えばプールなんかの場合。 えーまあ、なんかガラっとしたところでやっている競技がやっているというような形であまり競技者にとってはあ嬉しいものではなかったんですけどもこの国立競技場ではあなんか多くの人に見られているような錯覚があったこれはあこの国立競技場人口がこれから減少していく中でもそうした生き生きとしているような感じを出すということは重要だと思います。えー、このお パネル完全に透明透過性のあるものです。日本の技術です。それからあと木とスチールの組み合わせによって温かみを建物に与えていると。でこれあのいっぱいの監修のようにも見ます。それからあとこれがライトアップですね。 その時には非常に静かに森と馴染んでいくともう一つ東京でやったプロジェクトこれは JR の高輪ゲートウェイ駅ですこれは折り紙からヒントを得ましたま幾何学的にいろいろと折ったりしていくパターンそれから この駅では非常に木材を多用しました20世紀の駅ともガラと違っております20世紀の駅ではどこもコンクリートと鉄骨でどこも同じように見えたんですけどもここではその代わりに木の枠さらに半透明の白い膜を使ってもらいます まあの障子紙のような形で折り紙とそういった障子といったようなものをインスピレーションとしてかつ近代的な建物鉄筋の構造体を持っているんですけれどもただ見かけは非常に温かく平穏な気持ちになります。日本ではいろなロボットを使って この駅のコントロールをしておりますこの駅に行きますとロボットなどがう動いているのもお分かりいただけるかと思います次のプロジェクトはスターバックスをプロジェクトをご紹介したいと思います完全に日本ではないんですけれどもこの場所がですダザイフ天満宮九州のダザイフです で、この神社の前の表参でのところに門の近くにあるんですけどもここで日本の工芸の技を示したかったで、これあの木の組み合わせで建物を支えています単なる見栄えではないんです日本の大工さんというのは木を使って 構造を期体としてきました。単なる飾りではございませんでした。このような木組みは簡単ではありません。非常に複雑です。日本の大工さん、こういった特別な空間を作りながらこの建物の支えるとサポートするということで。 ただスターバックスさんスケジュール非常にタイトだったんでなんでこんな時間のかかることをやるのかと通常はもっと短期にできるんじゃないかとただ完成した後は非常に多くの写真がインスタに載って非常に喜んでおられました。 こちらがその内装部分になりますそれからこういったファーストフード店に日本の技術とか技を使うことができるこのように日本ではこういった職人芸がまだ生き続いていると。 ええただ他の国々でえこういったような職人さんを見つけるというのは容易ではありません。日本ではまだできます。え次は中国になります。これが中国での私の最初のプロジェクトなんですけれども。 ここで中国の竹を使いたかったと中国ではよく使われていますただ職人さんを見つけるというのが非常に難しかったで京都から大工さんを連れて行ったんですけどもそしてその技法を中国の作業員の人たちに教えてもらうとある意味日本と中国の文化交流にもなりました場所 的にはバリの頂上に非常に近いところにありましたでそのバリの頂上で使われた技法も学びましたこれはあのランドスケープ地形をそのまま使う切り道をしないということでまたそこの森林なども活用しております。こここにバリの頂上がございますすちらですね この山にもずっとバニーの頂上が走っています。で、二千二十八年に北京米でオリンピックがあります。チャイモさん、映画監督の方が美術監督になります。で、この場所を使いたいということで。 広告用のオリンピックの宣伝フィルムを撮られました撮りたいということで中国の感性日本の感性が一緒に融合したできたのがこの建物と言ってもいいかもしれません。日本ののの田舎というででしょうかか方でも昔からの 工芸技能を使って木橋を使っております作っております木の橋ですねま東京でも木を使って橋を作ることっていうのはああ石で作るよりも簡単だということだったんですけどもこういった技法が完全に失われつつあります私としてはこういった技術をもう一度現代の 観点で、えー、生き帰らせたいとこのように屋根付きの目標こういったような空間というのは江戸時代には結構よくあったと考えられていますそして2000年以降私ども プロジェクトを海外でも行うようになってまいりました。これはフランスでのプロジェクトでございます。昔の建物を残しながら、こういった建物を新しい建物と組み合わせると、そして新しい建物に加えてランドスケープの設計もしました。デザインしました。 昔は日本の建物や庭園というのは基本的に1人の人が全体を設計していました。例えば桂離宮などあれは建築プロジェクトじゃなくてランドスケーププロジェクトの中に建物もあった全体で調和していたというものです。その結果でこれは 建物をカッティングして町と川をつなぐということをしましたで地元の建木を使ってファサードを構造を体に使いましたそしてこの間の空間ですね縁側というものを作りましたこれはの 縁側という言葉を英語やフランス語にするのは簡単ではなかったんですけれども、えーまあ最近は多くの人があー縁側という言葉の意味を理解していただけるようにもなってきました。こちらがそのホールへの入り口のところです。えー木のゲートのような感じです。えー木のは町と。 山をつなげるということ町と聖なる場所をつなげるということそれがこのホールでも行われているわけです光がフィルターされるというか木漏れ日的に入ってくるこれも日本の手法ですサステナブルなやり方になります。 そしてこちらの小沢誠二は有名な指揮者ですがこの年でここで音楽祭がありましたそして彼は24歳当時 小沢氏はその最高の指揮者であるということで表彰されましたこの音楽イベントは今なお続いておりますパリにおいて新しい駅のコンペを我々が取ることができましたパリの北部ですパリの北部については皆様方はご存知かもしれませんが 決して洗練された場所ではありません移民が多く公園もなくそしてあまりアウトドアの良い条件はないわけですがこういう厳しい条件の中でこの駅を提案しました。 駅とそれからガーデンというものを結合することができるというふうに我々は考えましたそして木材を使ってそして駅の室内で利用しようと思いましたが決して簡単なことではありませんその機能性というものが非常に重要なわけですパリの自治体もここの 室内においては我々の方で木材を使うことに彼らも同意しました2024年のオリンピック大会におきましてサンドニ駅ですか。そこがパリサンジェルマンのホームグラウンドであるわけですそしてオリンピックの主な会場として使われるわけでありえそして右の方に駅があり選手村がこちらにありますが 駅としては重要であるわけですので今年中にこの駅を完成させなければなりませんのでいろいろ私にプレッシャーがかかっておりますそれからデンマークにおいてガーデンの設計も行いましたただその機能はアンデルセンミュージアムのためのものですハンス・クリスチャン・アンデスルセンていうのは作家としてもデンマークでは有名です 日本でも大変人気がありますそして彼のミュージアムの場所は小さな町ですおデンセイという町で生まれたわけですのでガーデンとそれから建物をこういうふうに結合することを決めました簡単なことではなかったんですこういう物理的なアイデアというものを持ってたんですけれどもこれが断面図です 日本においてはこういうふうな形でもって庭園の中に建物を結合するっていうことがよくあるわけですが我々は建物を設計してそしてある隠れた場所の秘密の庭園それから木造造りの建物ね、日本の知恵というものをここで応用することにいたしました。 こういうような関係というのをとても気に入っておりますここではそのミュージアムとそれからこの場所と連続した空間として塀がありませんさらにスコットランドですここではビクトリアバーミュージアムダンディというものを設計しました そしてこういうところからヒントを得ました時として日本庭園では島のようなものを庭園の中に設計したりあるいはその庭園の中に山のようなものを設計したりするわけですが自然から何かを学び そして庭園に対して一つの生命というものを与えるということを私はその手法を学んだわけですがこういうふうに川のところまで建物を作り建物そのものは一つの大きな岩のようなものですそして川の大きな崖の上に立っているようなものですそしてこういうテクスチャーがあります。自然との関係がこういうふういふに 現れております非常にスコットランド的ですしかし同時にそのヒントは日本庭園から来たものですこういうものを作りましたそして街と川をつなげておりますこれも一つのツリーゲートのアイディアです 建物そのものの中でできる限り木材を使うようにしましたファサードはこういうふうなインテリアですが木材の温かみというものを維持するようにしましたそしてこういう空間において多くのことを私は 非常に楽なリビングルームから学ぶことができました、A、Living Room for the ザシティというのがキャッチコピーだったんですけれどもそれが非常に気に入られましたそしてカタログでもそれを使われましたしリビングルームフォ m for t というキャッチフレーズですがあらゆる世界の都市というものはこういうようなものを必要としているように思います。 オープニングにはこれらの人々がやってきました一緒にセントアンドューシュ大学で勉強されたわけですがこの建物をこの二人の方は大変気に入っていただきました次にシンガポールですファウンダーズメモリアルリーコアユーのための記念設備ですが 丹下健三が前はかつて彼のためにいろいろ設計をしたわけですけれどもガーデンシティというアイデア田園都市というアイデアというのは丹下建造の建物の物哲学と共通ししておりましたそこでそういうような田園都市のアイデアというものをここでも反映できるようにしようとしました。 そして大きな高層ビルもシンガポールにあるわけですがそこでそこで緑の空間というものを作ろうというふうに考えましたそしてこれはリー・クワンユンに対して尊敬の意を表したいと考えました。 そしてこういうふうに家事のあるいは高層ビルそして庭園との調和というものを考えました我々のプロジェクトにおいて大学の学生たちとのコラボレーションを進めたものがありますこれは大変重要だと考えておりますこちらは北海道のプロジェクトですが世界中のいろいろな学生たちとコラボレーションを進めましたが この小さな家からヒントを得ることができましたこれはアイヌの人々の柔らかい小さな家ですがここでアイディアをこういうような家の幕という形で持って転用してみましたこちらがインテリアです アイヌの人々の家と同じようにこういうふうに空気の循環というものを図るためにこういう作りにしましたそして冬の間でも快適な空間というものを作り出すことができますで私自身もこれを試しましたそして冬の間はここに泊まりましたがきちっと生きております そしてこういう実験的な村において多くの大学の学生たちと一緒に仕事をしましたこれは環境保護のための村です早稲田の学生が設計したわけですそれからこちらは慶応の学生そしてこちらはハーバードの学生こちらはバークレーの学生それから これはコペンハーゲンの学校の学生が設計したものですこういうような学会とのコラボレーションは将来の実験的な建物においては重要です今大きな変化を迎えようとしております そのためこのようなコラボレーションが必要としているわけですそれから傘アンブレラというのはイタリアの学生とのコラボレーションの結果生まれたものですミラノの展示会で使ったものです考え方としては家を傘を使って作るということですこれがあアンブレラ傘設計したんですけれども こういった傘があればこういった傘を集めて友人と一緒に家を作ることができるようになっていますこのように一緒に持ち合わせて建築を始めるということで作れるわけです でこのジョイントの部分というのは非常に簡単で耐水性のあるジッパーを使っていますこれがその内部です15人の学生が一緒に作業をして一晩この中で過ごしましたこのアイティアというのは日本のティーハウス小さな入り口で入っていくというのをこういった概念を 茶席の考え方を取り入れました。で、一緒に作って一緒に飲んで一緒にえ雑魚寝するとで、これはあの避難民のための家屋にもなります。例えば、ある町が津波に被害を受けたこの傘を持ち寄せて持ち寄って家を作るということができます他にもですね。学生と一緒に作った実験。 ですけどもウォータータブランチと呼んでおりますこれはポリタンクですねポリエストタンクがヒントになりましたでニューヨークの MOMA の方でこういった実験家屋を作ってほしいというリクエストを言いましたホームデリバリーというタイトルの展示会をするということでした 私どもの方ではこの特別なポリタンクを作りましてそしてこういった形のポリタンクですねこのポリタンクのいいところというのは水の流れを作る形成するパイプのようにして使うということもできるものです。これは壁でもありながら中に温水を を流すということもできますいわゆる壁体の中に温水を流すとまた床天井にも温水を流せますそうしますと暖房とかなくま温水なり冷水を流してこの中の地温の調整をすることができますこういったようなパネルをシステムと一緒に 提供しております。それが今出ております。学生でも自分たちでこういったうちを作ることができます。で、このようにポリタンクをこういう形でつないでおりまして、作ってカバーします。まああのレンコートのような膜でカバーすると。 シートでカバーするとね、そうするとその内部がこんな感じになります。で、えー、一つのユニットを組み合わせることによって、台所とかベッド、お風呂、台所とをすべて組み合わせで作ることができることになります。でもう一つ最後のプロジェクト。 今日話をします最後のプロジェクトなんですけれどもこれは重箱という名前のものですこの木製のトレーラーハウスですこのトレーラーハウスの考え方はアメリカで生まれたものです典型的な二十世紀の製品という考え方でしたが将来こういった木製のトレーラーハウスが必要になるのではないかと思います こうした環境にも美しい環境の中でも非常にマッチすると。でこういった形でテーブルを出したり簡単にしてみたりそれらを閉めるとそうしますと完全に閉じられた箱にもなります。でこの空間の印象というのも。 この金属製の箱とは全く違ったものになりますでこのボックス木の箱を移動して東京の中で仮設のレストランを作ろうとで神楽坂にちょっとしたスペースを見つけました私はあの神楽坂いいレストランもたくさんあります えー、まあ非常に狭い道小道などもまだたくさん残って非常に魅力的な街です。でそこでですね仮設のレストランをこのトレーラーで作ったものです。えー、まあティーハウスのように2.4メートルかける6メートルの中 で10名ほど中に座席を取ることができます。非常に日本的なスペースになります。で、この日本人この狭い空間の価値というところですね。この狭い空間の非常に親密な空間の価値、まあこれがどんどんと高まってきているというふうに思います。で、まあ高層ビルと。 いうのは20世紀の大きな発明でしたただ21世紀では私たちは別のライフスタイルを示すべきだと思います。そのヒントがこういったところに隠されていると江戸の時代日本の東京や江戸を当時から人口密度も高かったかつ柔軟に 共存していた町、そこから学べること、こういった知恵をたくさん、今まで以上に学ぶべきだと思っています。以上ですごご清聴ありがとうございました